タイガース GM 時代、デビット・ドンブロースキーは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身。現在は、MLB のフィラデルフィア・フィリーズの球団社長を、務めている。過去には、モントリオール・エクスポズ、フロリダ・マーリンズ、デトロイト・タイガースで、ゼネラルマネージャー、ボストン・レッドソックスで、編成最高責任者を務めた。1978年に、シカゴ・ホワイトソックスのマイナーで、 球団運営に関わり始める。ホワイトソックスでは GM 補佐などを務め、1986年まで在籍した。1987年にモントリオールエクスポズへ移り、この年は選手育成ディレクターを務めた。1988年より GM に就任し、1991年まで務めた。1991年9月に1993年より、 新規参入するマイアミ・マーリンズの初代 GM に抜擢された。拡張ドラフトでは常に他球団の主力を多く集め、西ブライオンズで主砲だったオレステス・デストラーデを獲得。常に主力を狙う視線はニューヨーク・ヤンキース並みと評されるなど新球団なのに金は大丈夫かと心配される声もあったが、新設年度はナショナルリーグ東部地区で7チーム中6位だった。 1994年は予算を縮小を余儀なくされ、主力を補強できず地区が再編されて5チームになった、リーグはストライキもあって、再開に終わった。翌年からは順位を上げていき、オーナーのウェイン・ハイゼンガーが、カナのことは、考えるなの,の大号令のもと、徹底的な補強路線にシフト。弱小球団はもちろん、強豪チームからもトレード、FA で主力を補強し、 補強市場を荒らす、高補強につながり、1997年のワールドシリーズを制覇した。この年より監督に、ジム・リーランドが就任したが、ドンブロースキーとリーランドは、ホワイトソックス時代に GM 補佐と三塁コーチという立場であり、そのつながりからリーランドに監督を要請した。マーリンズには2001年まで在籍した。2001年オフにデトロイトタイガースへ移り、 球団社長に就任。2002年の開幕直後からは、GM も兼任するようになった。当初は2003年にアメリカンリーグ歴代ワーストの119敗を、喫するなど結果を残せずにいた。事態を重く見たこの年のオフには、イバン・ロドリゲスやカルロス・ギーエン、翌年以降もオフに、マグリオ・オルドニエスやケニー・ロジャースといった一流選手をかき集め、チームの再建を図った。 再び、ディーランドを監督に任命した2006年、上記の遺跡加入組に加え、新人王を獲得したジャスティン・バーランダーをはじめとした、生え抜きの若手選手も奮起。95勝67敗と12年ぶりに勝ち越し、地区にいながら、ワイルドカードを獲得した。ディビジョンシリーズではヤンキースを3勝1敗で下すと、続く、リーグチャンピオンシップシリーズでは、 オークランドアスレチックスに4連勝し、22年ぶりのリーグ優勝を果たした。しかし、ワールドシリーズではセントルイスカージナルスと対戦し、こちらは1勝4敗で敗れてしまった。2012年にもリーグ優勝を飾ったが、ワールドシリーズではサンフランシスコジャイアンツに4連敗を喫し、またしても世界一を逃してしまった。2015年8月4日に、 タイガースの GM を解任された。直後の2015年8月18日に編成最高責任者としてボストンレッドソックスに迎えられた。2018年にはワールドシリーズ制覇を果たしたが2019年9月8日に解任された。決断力に富み大型トレードや高額契約をまとめるのが得意。ありがとうございます。